バブラブフォトメロディーズ、前回の続きからプレイしていきましょう。お、スクウミさん、ハクさん、そんな冷蔵庫にそんな置き方する？シャウエッセンって書いてんね。スクウミさん、ただいまです。おかえりなさいませ、タケル様。どうしたんですか？何か考え事でも？いえ、つかぬことをお聞きいたしますが。ん？何ですか？今朝は朝食を取られましたか？ああ、入れてあったんだ。冷食食ったもんな。ああ、ゆいが作ったお寿司のことが気になってるんだな。ええ、うまかったですよ。まあそうは言っても冷凍食品だし、ユヒはレンジのスイッチを押しただけだったけど、それでも爆発しなかった分、格段の進歩じゃないですか？え、ユヒ様が？メイヤが悔しがってましたよ。ユヒがいつの間にかそんなことをできるようにな、いつの間にそんなことをできるようになったんだって。言ってあったんだろうな、多分。あれ、朝ごはんなんだ。で、何か問題でもありました？実は何かおかしくなってたとか。なるほど。ところで晩飯ってあります？もちろんです。お帰りが遅かったので、ユイ様とメイヤ様はすでに済ませてしまったのですが。ああ、それはそうでしょう。こっちこそ連絡しなくてすいません。では早速用意してまいりますので、少々お待ちください。あ、そうだ、月読さんにちょっとした相談したいことがあるんですけど。何でございましょう？今のところセンサーに反応はない。本当にその情報は正しいのか？こう、声だけならめちゃくちゃ締まるんだけどな、場面が。だと思う？冗談じゃない。こっちは1ヶ月もお預けを食らってるんだぞ。支部長に確認しろ。眠ってる？明け方の4時。いいからさっさと叩き起こせ！ナトミ、確かな情報が欲しいんだ。なんとかならないか。シロエにやらせてもいい。やっと奴らより優位に立ったんだ。どれだけ苦労したと思ってる？ああ、わかってる。先走ったりはしない。言うことは聞いてる。だからそっちもやることをやってくれ。わかった。また連絡する。くそ！こうなったら、あいつを使うか。タケルちゃんか。24をちゃんと見たくなってくるな。ワンシーズンしか見てないからな。スミカとカスミのやつ、一体どこに行っちまったんだ？昨日の夜も話はできずじまいで、今日はメイヤたちの誕生日だぞ。どうするつもりなんだよ。つくみさんには、つくみさんに話は一応したけど、なんかよくわからないけど、のらりくらりと要領を得なくて。もう昼だ。このままじゃ何もしないで夜になっちまう。仕方ない。俺だけでも何か考えないと。とりあえずなんだろう、ケーキかな。あとは食い物とかジュースとか、けどそこら辺の安っぽい食い物なんてあいつら喜ぶのかな。いや、それ以前に俺の経済事情が許すのか。でも俺にできることといったらそれぐらいだもんな。あとは店に行ってから考えるか。おう、メイヤ。どこかに出かけるのか？え、ああ、今更内緒にしておく必要あるのか？ここまでやったんだから、あと少しくらい。その用事は急ぎだろうか？ん？いや、そっちの要件次第かな。融通は聞くけど。そうか、それは助かる。ならば、これから私に付き合ってもらえないだろうか？ああ、別にいいぜ。どこに行くんだ？うん、来てくれればわかる。まあ行こう。わかった。じゃあ行こうか。うん。では頼む。わかりました！え？うわ。これ、そなたたち、もっと優しくせんか。ユキの、足縛って、任して。このおめえら何してるんだ。なぎ、腕のとこ縛っちゃって。了解。てめえ、ほどけ。もう、
綺麗やったわけじゃねえ。もう、タツミ、この頭なんとかして。オッケー。グレジ、首が。よし、これでオッケー。よくここに雇われてるよな。首が。梱包終了。しまって。ふう、そなたたち、もう少し優しくいたせ。タケル、許すがよいぞ。少しだけ耐えてくれ。タケル？反応がないね。おとなしいのはいいことだよ。気にすることはありませんよ。そうか。では行こう。連行！ああ！もうノリがさ、クレヨンしんちゃんなんだよな。出発お進行なんだよ。サンバか、てめえこの野郎、早く死ぬところだったじゃ。誕生日おめでとう。な、おう。おめでとうじゃないけど。ございまーす。たけるさん、お誕生日おめでとうございます。たま、それにみんな、一体何がどうなってるんだ。タケルちゃん、こっちに来て。スミカ、お前早く早く。おお、ハッピータケル様バースデーハッピータケル様バースデー。これはそなたのケーキだぞ。メア、日本のマスコミに知られぬよう職人を呼び寄せるのはかなり苦労いたしました。直接現地まで迎えに行ったんだよ。もう飛行機やだ。あら、私は楽しかったですよ。もしかして昨日お前らの姿が見えなかったのは。ごめんね、みんなでこれを準備してたんだよ。みんな？じゃあ学校でお前らが怪しげだったのは。誰かさんは制作好きだから不自然じゃないように振る舞うのは大変だったわ。不自然だったろ。いや、思い切り不自然だったっての。月見さんに昨日相談したとき要領を得なかったのも。申し訳ございません。ご想像の通りです。ゆいひもめいやも知ってたのか。もちろんです。昨日の朝などはあれこれと聞かれてしまうのではないかと少々心配でした。私など、うかつに口を滑らせてしまうところだった。何分このようなことは経験がないものでな。あ。しかし。ん？こうして考えてみると、今年の誕生日はこれまでの人生で経験したことのないものとなるのであろうな。どういうことだ？メイヤ、そのくらいにしておきましょう。ああ、何なんだろうな一体まあでも楽しいよな、こういうの計画してるときって。おい、メイヤ。ん？ああ、そうだな、奇妙な日だ。ん？ああ、そうだな、奇妙な日だ。そうですね、そういうことだったのか。けどさ、俺ばっかり言われるのはおかしいだろう。タケルちゃん、はい、プレゼント。いや、あのとりあえずありがとうな。おっ、行きたいところですか。え、あ、そっか、そうだよね。ユイ様、メイヤ様、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。これはどういうことだ。タケルちゃんとミツルギさんたちが同じ誕生日
日なのにお祝いしないわけないじゃない。ねえ、うん、メイヤちゃんおめでとう。これは何分このようなものを3つですから苦労いたしました。しかしこれほど楽しい苦労も想像できるものではございません。皆さん、そなたたち、なんだそういうことかよ。俺にもユイヒたちにもドッキリだったってか。そのようでございますが、はて、タケル様がしてやられたとは。ああ、俺たちすっかりしてやられたみたいだなってことか。俺さ、スミカに言ってたんだよ。お前らの誕生会やろうぜって。なのに準備するどころか、昨日から全然捕まんなくて。どうするつもりなんだよって焦ってて。そうでございましたか。今もさ、ケーキくらい、なきゃいかんだろって、買いに出ようとしてたところを、メイヤに呼び止められたんだ。そういうことだったのか。すまぬタケル、いろいろと不安な思いをさせた上にそのような気遣いまで。タケルさんにしては珍しく考えてたんだね。うるせえバカ、うるせえバカ野郎。けどよかったよかった、ほんとよかったよ。やっぱりさ、こういうのは大事にしなくちゃいけないよな。うん、ましてこいつらの誕生日ってもんがどういうもんか聞いた今となっては、仲間同士で普通にお祝いする誕生日ってのってのがとにかく貴重だってことがわかる。まあ普通、うん、まあ、仲間同士でが主体だな。どう考えてもこれは普通。そうね、普通じゃねえけどな。タケル様、タケル、はいはい、今はしんみりするところじゃないでしょ。さあ、まずはみんなで乾杯しよう。おお、皆様、グラスはお渡りになりましたか。それじゃあ改めて、タケルちゃん、ユウヒさん、メイヤさん、誕生日おめでとう。乾杯、乾杯、乾杯。あれ飛ばしたかな。乾杯って言ったから送ったんだけどな。ゲフ、ダメだ、もう食えねえ。あれ3つだもんな。あんなどでかいケーキ食い切ろうなんてあまりにも無謀だ。流し込むか。だってもう普通のあれだもんね。パーティーとかでさやるような量だもんな。人数が少なすぎんだよな。せめてクラスぐらい呼んでくれいいのにね。無理。オッケー、任せて。無限の胃袋がいた。まだまだいけるよ。二人もいた。この飽きのこない適度な甘み、こんなのもう一生食べられないかも。三人目がいた。確かにね。4人目もいた。こんな美味しいケーキは食べたことないよ。焼きそばには劣るけどね。比べるものじゃないでしょ。ねえかすみちゃん、食べてる？はい、すごく美味しいです。ケーキか、長いこと食ってないな。こういうの見ると食べたくなってくる。うわ、ローストビーフかな、手前のやつ。めっちゃ食べたい。女はケーキとかデザートとか別腹なんて話を聞くか。これは限度を超えてるぞ。一個、これ、あれだよね。下まで全部ケーキってことだよね。あれ土台じゃないよな。あの紫とか、青じゃない。赤になってるとこってさ。お前らが通った後には、草の木一本も残らねえって勢いじゃねえかよ。いや、そうに違いない。ベータかよ。もう見てるのも辛いわ。あれ、そういえば、ユイヒたちがいないな。つかみさん、つかみさん。何でございましょう。ユウヒとメイヤはどこに行ったんですか。ユウヒ様は先ほど外に涼みに出て行かれました。メイヤ様はタケル様のお部屋の方に参られました。え、なんで部屋。さすがに二人ともあそこに群がるハイエナどもにはついていけなかったか。さあどうでございましょうか。様子を見に行かれてはいかがですか。ああ、これ選択肢なのか。え、そうですね、あいつらにプレゼント渡さなくちゃ。
俺たち3人ともプレゼントをもらう側になっちゃって、結局俺からはまだ渡してないんだよな。では失礼いたします。あ、はい。白金さん。おう、かすみ、お前そのちっこい体によくあんなに入るな。あんなに美味しいものを初めて食べたので、つい。ん、そうかそうか。ま、蜜璃特製のもんだからな。あながち巫女の言ってることは間違いじゃないかもしれん。もう一生食べられませんか。かもしれないってことだ。だから後のことは考えないでしこたま食えと言いたいところだが。何ですか。ぐれぐれもブーデーには気をつけろよ。運動不足もそうだが、甘いものを食べ過ぎてもそうなっちまうんだからな。3倍は困ります。あとでちゃんとみんなから対策教えてもらえ。わかりました。で、何か用があったんじゃないのか。はい、スミカさんが向こうで呼んでいます。ん、プレゼントか。あれ、違うな。こっちへおいでよ。あいつ、口の周りクリームだらけにしてばっかじゃねえの。あー、なるほどね。ここで3人のルートしかないのかな、今回。どうなんだろう。まあ、メイヤがいるのは部屋だったよね。じゃあ次回この部屋に行くところから、部屋に戻るところからかな、始めましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。